二度と見られないであろうミゼットプロレスのテレビマッチを迎えました。高部さん、これ本当に貴重な機会ですよね。そうですね、日本人がやるのは初めてです、テレビで。あ、そうですか。歴史的瞬間、ありがとうございます。そうですね、今テレビをご覧の皆様は歴史の証人になろうとしております。さあ、52年間凍結されていましたミゼットプロレス、いよいよ解凍の瞬間が近づいてまいりました。さあ、決戦のゴングが鳴らされそうです。さあ、試合が始まりました。戦いの開始をつけるゴングが鳴った。二人がまずはリング上をぐるぐる回っている。これは高部さん、追いかけっこしてるんですか。そうですね、組まれてるんです。おっと、ボタンが高部さん上に乗りました。ストンピング、強烈なストンピング、プリティーウォーター。さあ、倒しておいてテイクダウンか。ここから何を狙っていくんでしょうか。ニューダイのコーナーか、ニューダイのコーナーから、さあ、対角線振っていった。助走をつけての攻撃でしょうか。さあ、どうだ。プリティーエールバックを拾っていった。小島さとしになっている。セカンドラックだ。これは強烈なカウントが出た。さあ、正解しました。いやー、高部さん、これは強烈ですね。何回も音出たぞ、音が。そして今度は、ボタンが落としていく。助走をつけてゴールアタックだ。一進一退の攻防が続いているリング上だ。100キロのウエイトを持っています。100キロのウエイトを持っているミスターブッタマンが両足をキャッチした。プリティの両足をキャッチしておいて、リングのほぼ中央だ。ここから何に持っていくんでしょうか。両足を掴んでおいて、ジャイアントスイングに持っていくのか。レフリーのトミーが回せという指示、この指示を聞いておいて、さあ、ゆっくりと。小山さん、これジャイアントスイング狙っていくんですか。ブッタマン選手、宣言したと全然違うね。回すというより引きずってましたけども、結果持ち上げることができませんでした。少しこれは足腰も弱っているか。ミスターブッタマン、やっと起き上がる。しないを持ち出しました。強攻撃、なんとなんと上側の持ち上がりのしないを持ち出しての強攻撃だ。大きく振り下ろす。さあ、頭上からしない一戦、さらにはレフリーからも聞いて、高井さん、これレフリーのブラインドついた攻撃ですよ。さあ、レフリーのブラインドをついた攻撃。我々放送席ではレドロールディションの青柳さんがぶったを調達している。Tシャツを脱ぎ捨てました。かつては本物のプロレスのリングでも活躍をしました RG が、なんとここでリングへ。さあ、やはり身長差があります。身長差がある。はがいじめだ、はがいじめ。さあ、プリティが間に一発返したブッタマン。そして RG とプリティが、高橋さん、これは仲間割れですか。後ろからブッタマン。いや、小山さん、これ一体どういう状況ですか。ちょっと RG 対ミゼットレスラーという状況になってます。2対1の状況ですか。2対1の状況がありました。我々巻き込んでいった、巻き込んでいった、しないを持ってきた。まさに悪徳マネージャーだ。悪徳マネージャー本当に悪いですね。